おはようございます。現チャンネル元産経新聞記者の三枝源太郎です。皆さん、なるほど面白いなと思いましたら、ぜひチャンネル登録と高評価ボタンでご支援ください。今日のはですね、今日の話題は少し、デリケートな問題ではあるんですが、まあ日本はこれで本当にいいのかなという話をしたいと思います。日本はですね、ご案内の通りスパイ防止法というか、スパイを摘発する法律がありません。ところがですね、今中国は、戦狼外交を、やってですね、まあ、非常に攻撃的な、政策をあちらこちらで取ると同時に、外交防衛的にもですね、台湾に対する圧力、それから南シナ海、東シナ海での、まあ、かなり暴虐の限りを、尽くしたような、まあ、勝手に埋め立てたり、島を埋め立ててですね、係争中のところを、まあ、言ってみれば乗っ取ってしまったりとか、沖縄県でも、無人島をですね、なんか誰かよくわかんない、中国人の方が買ってしまったりとかですね、いろいろなこう問題が今浮上しています。で、こうした中ですね、実はちょっとしたネットを騒がしている話がありまして、これはですね、公明党の、次の代表になる可能性がある有力者の中に、中国に、ルーツがある方がいらっしゃると、いう話が今あのネットのあたりでかまびすシーンです。しかしながらですね、これは、まあ、確かに官報を見ると、その方にですね合致した生年月日と、今のお名前に合致する名前の方が、帰化申請をして、確かに平成5年頃に帰化を受けてるんですね。帰化してるんです。でその方と同じ方が、まあ、実は公明党のですね次期代表になる可能性がある方がいるんですね。まあこの話についてはですね、非常にこれは、まあまず国民に知られていないということが一つ、それから政治家はですね、帰化した場合にですね、どういうその方にルーツがあるのかというのを、まあ知ってはならないと言いますかですね、まあそもそも調べようがないということもあります。僕は決してですね、日本に帰化した方が政治をやるなと言ってるんじゃありません。ただですね、特に中国に関してはですね、もうフィリピンではもう皆さんご案内の通り、アリス・ゴというですね、あのマニラの近くのバンバン市の市長さんに、いつの間にかですね、まあこれはあの、いわゆる灰乗りではないかと言われてるんですけれども、フィリピン人の女性、アリス・ゴさんになりすましたですね、福建出身の中国人女性が、市長になっていたという事件がありました。しかもかなり、まあ非合法な組織との付き合いがあったというふうに言われています。有名な本でですね、オーストラリアのクライブ・ハミルトンという方が書いた、2018年に書いた問題作、サイレント・インベージョン、という本があります。これはマルコム・ターンブルという首相が、左派の首相がいたんですが、奥様が中国人なんですね。で、まあ、あのターンブル首相の周辺でですね、中国がどういう浸透工作をしてきたのかというのを書いた本です。訳したのは、文化人放送局で、僕と一緒にご一緒させていただいている山岡哲秀さんですね、が、訳していらっしゃいます。それから、カナダ、で、モーバン州という、あの、ファーウェイの、CEO 兼副会長が逮捕されました。2019年ですね。2018年12月ですか。この時に逮捕されて、2019年にある本が出ています。パンダの爪という本です。ジョン・マンソープという人が書きました。これもオーストラリアに対する政界工作、オーストラリアじゃない、ま、カナダに対する中国の政界工作が赤裸々に書かれている本です。これはちょっとね、残念ながら、日本語訳の本がありませんもんですから、実は今日ですね、原書版を、Amazon で、購入することにしました。ことほどさようにですね、日本も含めて、まあ、いろんなところでですね、先日もアンドリュー・クオモ知事の側近のね、中国人女性が、まあ、スパイ行為をしていたということでアメリカで摘発されました。もう続々とこういう事件が起きているんですが、日本はこれを取り締まる法律がないんです。で、そこで、例えば、自公連立政権のですね、まあ、委員長クラスの方が、中国にルーツがある方がいて、この方がですね、もし、
非常に中国に、益をなして日本に害をなする政策を取らなければいけない局面になったらですね、これは国益を害する可能性がかなりあるのではないかと僕は思うんですね。これを言うとね、まあ、すぐ差別だとかね、こういろいろ言われるんです。まあもうちょっと恨み事に近い話ですけど、静岡県伊東市でですね、某韓国の財閥系企業が太陽光発電所の、建設計画を、やったことがありました。この反対運動の途中で僕は取り上げたことがあるんです。産経新聞で。で、この時に、韓国企業って書いただけでですね、地元の方から韓国差別だという、お叱りを受けたことがありました。まあでもこれはね、韓国企業であるのは事実なので、これを、差別だと言われても、これだったらじゃあ、まあクルド人のね、例えばその、まあ乱暴狼藉があった場合に、いや、クルド人の差別になるから書かないと言って、すべてこう、蓋をしてしまうのが果たして正しいことなのかという、まあ例えば外国人とのデリケートな問題があります。確かに差別になってはいけませんけれども、これは、今回のこの公明党の委員長、公認委員長に関しては、非常に政権中枢に近い話ですので、これはですね、僕はご本人から何かしらのコメントを僕はいただくべきなんじゃないのかなと思うんです。ご本人がもし違うんであれば違うというふうに言えば、まあ、いいんじゃないかなと思いますのでね。ちょっと産経新聞の記事なんですが、こうい、今、公明党はこういう状態になっているというところからご紹介したいと思います。公明の石井代表辞任で公認に斉藤哲夫、岡本光成氏浮上、ベテラン化刷新化、9日正式決定。公明党の石井啓一代表66歳は、31日の党会合で代表辞任を正式に表明した。衆院選での自身の落選や議席減少の責任を取った。党内では新代表候補として、斉藤哲夫国土交通大臣72歳と、岡本光成政調会長59歳を軸に、調整が進んでおり、9日の臨時党大会で正式決定する。石井氏は31日の党会合で、辞任理由に関し、党代表は国会論戦を通じて、党の考え方を表明する役割や、国会に関する様々な動きを迅速に判断しなければならない。党の代表は国会議員が務めるべきだと述べた。党会合では西田実人幹事長でいいのかな ?62 歳も辞意を示したが、石井氏が遺留したとも説明した。衆院選で公明党は、公示前の32議席から8議席減らし、24議席となった。小選挙区は4勝7敗で、石井氏を含む7人が落選した。かつて上昇関西として、公明が強い地盤を誇った大阪府では、4小選挙区で日本維新の会と戦い全敗した。また過去に900万票ほどあった比例代表での獲得票数も初めて600万票を割り込み、596万票だった。党幹部は議席減でいくつもの役職を兼任しなければならない。大変なのはこれからだとぼやく。党勢に陰りが差し、党代表までが去る中、党内は新代表の資質をめぐり、経験と刷新の間で揺れ動く。新代表には来夏の東京都議選と参院選での勝利に向けた党の顔としての魅力と難解な政局を乗り切る力量が求められるからだ。支持母体の創価学会関係者は、基本は斉藤岡本両氏の綱引きだと明かした。斉藤氏は閣僚や党要職を歴任した経験から安定感がある一方、本来なら優待している年齢、党関係者との指摘もある。世代交代の観点から推される岡本氏は、党要職の経験が浅く、党再建への手腕は未知数だ。党幹部は、経験が大事だという意見もあるし、世代交代をした方がいいという意見もあると頭を抱えた。ある学会幹部は、後任人事について、難しい局面の舵取りはベテランでないと対応できないという意見もあるようだが、刷新して出直した方がいいと語ったと。長橋和幸記者の記事です。ところがですね、ちょっとこれは困ったことが今起きておりまして、例えばですね、これですね、ネット保守連合事務局高杉さんなんですが、公明党岡本光成、かっこ陳光成は帰化中国人が、公明党の代表になる可能性あり、
帰化中国人が与党の代表の一人になるなど、日本の政治行政が危ないと思いますと。で、まあ、東京都内の住所が書かれていて、陳三成、括弧岡本三成、昭和40年5月5日生まれっていうふうに書いてある官報がですね、ここ、添付されてるんですね、ここに。ちょっとまあ、わざと遠く、読めないようにちょっと遠くにしてますけれども、確かに、岡本三成さんは、昭和40年5月5日生まれなんですね。で、吉田光一郎さん、木曜日ツイッター探偵団をご一緒している中野区議会議員の吉田光一郎さんは、こういうふうに、ポストしてます。中国からの帰化人が代表となり、日本人の議員たちがその指導に従って、政党活動、議会活動をする、与党の一角を占め、政権運営に携わる、そういう政党の誕生が、この日本でもうすぐという時代になりました。まあ、端的に言うと、まあ、こういうことなんです。今、こういう事態に今立ち入っているんですね。で、これについて、特段、どこの会社もですね、問題視している雰囲気がないんですね。本当に、ネットの間で問題になってるだけなんです。で、僕はこういう時はですね、まあ、どれどれという感じで、人民日報を、まあ、見るようにしているんですけれども、実は、岡本さんはですね、2020年10月23日に、日本と中国の若者はどんどん交流してほしい、という、まあ、インタビュー記事が出ています。この方の出自は、人民日報にも書かれていません。公明党は歴史的に中国との友好関係を最も強く主張してきた政党である。同党所属の岡本三成衆院議員は、米国ケロッグ経営大学院で経営学修士号 MBA を取得後、世界的金融機関ゴールドマンサックスのニューヨーク本社に勤務し、40歳の若さで同社の執行役員に就任したと。ということでね、不動産王だった現米国大統領のトランプ氏と面識を持ち、実際に仕事をした経験を持つと。すごいですね。で、まあまあ、こういう、で、お話を伺ったということで、なぜ公明党は日本の政党の中で唯一日中友好路線を貫いているのですか？唯一ってことはないと思うんですけどね。岡本さんはこういうふうに答えてます。公明党の創立者である創価学会の池田大作会長、当時は1968年に日中国交正常化提言を行いました。その背景には長年にわたる交流があり、地理的にも近い両国がより良い関係を築いていくことが未来の平和のために重要であるとの思いから提言をされたわけですが、そのことを党としても強く共感し、日中国交正常化に舵を切る大きな一歩を踏み出しましたと。で、まあ、池田会長がですね、1974年12月、北京を訪問し、周恩来総理と会見され、日中友好の未来について話し合いましたと。翌12月6日の人民日報に、この会見の模様が掲載されており、そこでは大変友好的で親密な話し合いがなされたと出ていますと。政治レベルだけでなく民間レベルで、そして経済、文化、教育、青少年などいろんなレベルでの交流を強くしていくことが両国の将来にとって大切なことだと思っていますというふうにおっしゃってるんですね。こういうこともおっしゃってます。岡本さん、例えば安倍総理が就任直後、習近平国家主席と直接会って会談することがなかなか難しかった時に、公明党の山口那津男代表が安倍総理の親書を携え、北京に伺い、主席と会談をし、両国関係の改善を一歩進めたわけですが、どのような時代であっても常に対話交流が促進されるような役割を公明党として今後も担っていきたいと思いますと。それからコロナ禍において日中間ではマスクや防護服の寄贈など相互支援が行われました。で、ここでね、ちょっと僕は気になることを岡本さんがおっしゃってるんですね。日本でマスクなどの防疫物資が不足したときに、中国の方から支援をいただいたことはすごく感謝をしています。私自身も日本にお住まいの華僑の方々の団体からマスクを中国から輸入したので、ぜひ寄付をしたいと言われ、その方々と一緒に東京都に寄付をさせていただきました。ああ、まあ華僑の団体の方々からなんで、岡本さんに連絡があるのだろうかという、まあ、こともありますし、そもそもまあ、コロナの発信源は中国であってですね、まあ、マスクが不足して中国から支援を受けたということについて、特段僕は、
うん、感謝をしなきゃいけないんだろうかという、感じはしますね、正直。まあそんなこんなでね、まあちょっと僕はね、岡本さんのこのまあ中国についてのですね、ちょっとね若干心配ではありますね。これもね、ちょっと ここら辺もちょっと気になるんですよね。ワクチン治療薬の開発が急務の課題ですという人民日報の記者の問いに、岡本さんはですね、ワクチンと治療薬の開発というのは非常に重要です。国民の皆さんの命を守り、安全を守り、安心感を与えることに加えて、経済活動を進めていくにあたってワクチンがきちんとあり、万が一感染した場合に治療薬があるということは非常に重要な条件ですので、日本政府としても予算を大きく取ってワクチン等の開発支援をしています。このワクチンで開発な大切なことは国際協力です。世界が知恵を出し合い、世界の人々の命を守るためにワクチン、そして治療薬を開発するという国際協力がなるようにも大事だと思って重要だと考えていますと。あ、まあ国際協力が重要なのはと、まあ、そうだとしてもですね、まあちょっと中国とのその距離感、ここのところはまあ大丈夫なんでしょうかねというところは、やっぱりこれは思わざるを得ないです。でまあ最終的にですね、何かメッセージをということで、日本と中国はこれからもっと仲良くしていかなければなりません。ですが政府と政府の間ではいろんなことがあるので、仲良くしたくてもできないことがあります。そういう時に民間の交流を長く続けていくことが大切です。これについてもですね、まあ民間の交流というのは、例えば山岳協同とかありますけれども、そこのところでですね、結構諸外国でなんかいろいろね、機密情報が取られたとかそういう話も実際ありますので、気をつけないといけないところであります。問題はですね、僕は別に、その、帰化して政治家になったからといって、それ自体を僕は、ああだこうだ言うつもりはないんですが、ただ、公明党のもう代表ということになりますと、完全にこれ政策決定にですね、かなり深く関わってくることができる立場にありますので、この方がじゃあ本当に帰化したのか、ルーツはどこなのかということは、僕は国民は知る権利があるんじゃないのかなと思います。多分おそらく他の先進諸国では全部知ることができるはずです。日本はこういうことになるとですね、もうとにかく隠す、教えないということなんですけれども、これでいいのかどうか。佐々木類さんはですね、中国の日本政界浸透工作、参院選特定枠の買収打診疑惑、国籍は日本、忠誠は祖国では困る、党員に日本要件が、要件にない政党もあるというふうに問題、点を指摘しています。佐々木さんがね、まあこの佐々木さんが例として挙げたのはですね、これは N 国党の政界工作というか、まあ比例名簿順位を1位を取ろうとしたっていう話、皆さん覚えてらっしゃいますかね。例えばこれですね、これは誰の、周来友さんという方、これニューズウィークなんです。これちょっと長くなりますけど、いいですかね、ちょっとね、皆さん聞いてみてください。参院選 NHK 党企画候補騒動に対する2つの怒り、この周来友さんって方はね、これをかなり批判的に書いてるんですよ、ニューズウィークで。 NHK 党が元中国人を公認候補として、ネットでスパイ疑惑が出て公認が取り消された、それと別に10億円寄付の怪しい話もあったという、これが悪しき前例とならないことを私は願っている。最近がっかりさせられることがあった。何かというと、来たる参院選挙である。6月22日の公示を前に各党が候補者選びを進める中、5月27日 NHK 党の立花孝志党首が観光バス会社を経営する原田裕美氏の後任を発表した。原田氏は2005年に日本国籍を取得した元中国人。このことはすぐさま在日中国人の間で話題となり、原田氏の過去が掘り返された。それによると原田氏は2年前、
クルーズ船のダイヤモンドプリンセス号内で新型コロナウイルスの集団感染が発生した際、乗船していた中国人観光客のために隔離期間終了後にバスを手配し空港まで送り届けた。このことから中国で愛国華僑として名を馳せ、とある中国メディアのインタビューでは日本人になったが心は中国だと語っていたという。このためネット上では中国共産党のスパイを公認してもいいのかとの非難の声が噴出。わずか3日後の5月30日にはスパイの可能性は低いとしつつも NHK 党が原田氏の公認を取り消したのであると。度重なる党名変更など奇抜さが目立つ NHK 党だが、マイナー政党の単なるごたごたと片付けてはならない。立花氏によると、原田氏を紹介してきたのは民主党当時の元衆院議員で、現在は日本維新の会所属議員の秘書を務める高村勤氏、親中の畑山幸雄元首相に近い人物だと。そうなんです。この高村さんってすっごく有名な方です。はい、あの鹿児島県のですね、若い財界人を、北京のですね、清華大学、習近平主席の母校ですね、に連れて行ってですね、まあ、アテンドしたりとかも、通訳をしたりとかしてた方ですね。非常に、高村さんというのは親中派で有名な方です。で、まあまあ、そういうことでね、この時は、まあ、立花さんが全部ぶっちゃけちゃったので、対して、大騒動にもならずにですね、これはなぜかこう日本のメディアはほとんど報じなかったんですね。で、ところがニューズウィークはこれね、日本版ですが書いてるんです。もう一つ怒りを覚えたのは、 NHK 党が原田氏公認を発表すると、中国政府に近い在日中国人が応援を呼びかけ、中国大使館までもがそうしたメッセージを発していたことだ。中国はオーストラリアやアメリカ、カナダなどで政治献金をしたり、元中国人の政治家を応援したりしてきたが、日本でも同じことをしようとしている。そんなことをすれば、ますます中国の評判が悪くなるのがわからないのだろうか。ね。で、まあ日本文化は、日本社会は多様化が進み、政治の世界にも今後外国にルーツを持つものが増えてくるだろう。NHK 党の騒動は別にしても、現に新党国盛が今回の参院選で神奈川選挙区にウイグル人女性のグリスタン・エズス氏を擁立している。さらに自民党からはウイグル系中国人の父とウズベク系中国人の母の間に生まれ、幼少期に日本に帰化した福岡県出身のエリ・アルフィア氏が比例代表候補として出馬する。まあ今回もね、比例復活で当選されましたけどね。まあ、こういうことなんですよね。まあ、だから一概にね、けしからん、けしからんというつもりは全然ないんですけれども、やはりこの政策決定のですね、中枢まで入り込んできているということに関しては、やはりご本人がですね、に、メディアもこれは大丈夫なんですかということを全く言わないというのも、ちょっと僕はどうなんだろうかという気がしますし、ね。まあそういうことを言えばですね、例えば、南京大虐殺、反対デモを主導した男性がですね、新宿区議に何度も、立候補してみたりとかですね、岐阜県知事選にですね、貿易会社の社長、帰化中国人の方が、出馬、しようとしてですね、まあした騒動がありました。この方はですね、中国本土に日本のお年寄りをですね、の施設を作るということで、もうこの段階でもうネットは炎上しましてね、やっぱりさすがに危ないんじゃないかと。で、しかもその方の会社の設立パーティー、設立ですよ、株式会社の。に野田聖子さんとか、中国の領事が来てたっていうんで、これも非常に話題になりました。普通の中国人男性だったら、総領事がですね、たかだか会社を設立しただけで来てくれるだろうかという話も僕はあると思うんですよね。で、まあこの方がね、前々からまあ注目されてた方なんですが、岐阜県知事選に出るということで、僕はちょっと、これ大丈夫なのかなと僕は思いました、正直。で、まあ、今回のね、公明党の委員長選挙、まあ選挙というか委員長が決まるわけですけれども、もう近々ね、まあ、この件について全く触れないで、自公連立政権の委員長、かなり政策的に権力を持っているところにですね、まあ中国にルーツのある方を、
据えるということにあたってはですね、これは一度ですね、メディアもこれは聞かなきゃいけないし、ご本人もこれは一切聞くなではなくてですね、やはりこういうことで自分は、中国の方には組みしないんだと、いうことはきちっと言うんだということをやっぱり弁明する。しかもですね、これを果たしてこの官報に書いてあるというふうにネットではこう書かれていて、実際にその官報の体裁をしたですね、記述はあるんだけれども、これをまた確認する術がないと。政治家はそれを言う義務がないと。まあ政治と金問題で自民党が非常に苦戦して議席を大幅に落としましたけれども、こちらの方が全く話題に上らないというのは、やっぱりちょっとね、僕は違和感を覚えざるを得ないというところが本当の気持ちです。というわけで今日はこの辺りで失礼したいと思います。皆さん、なるほどなと思いましたら、ぜひチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。ありがとうございました。